行きますよ。
テスラなんて同じような話してますけど、全然こういう態度なんてないし、あ、そう、はい、私もあのたまたま今日は休校がないんで、休校を持ってるんですけど、あの職場のイベントレッスンして関係とか、いつもあれ持ってるんですけど、今日は休校が来てないんで、なんかのお客さんが乗る。そういうこと、免許で。もうじゃあ、今村城にしても、あれにしても、ちょっとタイミングが良かったんですけど。じゃあ、帰りは次の40人の方へ乗車したいなって。いいじゃないですね。
の日本で一番勾配のある駅になります。鳥居沼駅が勾配のある日本で一番勾配33番目です。ということはもうホームがこう斜め斜めになってるんで、駅舎を見ていただくと斜めになってるところが見ていただけると思うんですけど、ここからと分かりますね。ベビーカーなんか置いたら困ってちゃうんですね。斜めになってる。あ、なんか書いてある。黄色い部分ここだけ斜めになってることになります。勾配のある出てくるんです。これ取ってる。薬の人前の変更やってる。ここね。ご乗車ありがとうございます。斜めのとこにあるんですね。で皆さん線路なん
んかはもっと勾配のある線路あるんですよ。大井川鉄道さんなんかですと90パーミルのところでそのアプト式歯車のついた列車で登っていきますし、箱根登山鉄道さんなんかですと80パーミルのところをスイッチバックで上がっていきます。ですので線路の方はもっと急なところっていうのはあるんですけれども、大井川鉄道さんも箱根登山鉄道さんも駅は平坦なところに作られているんですね。でこちらの明智鉄道は33パーミル続いていきまして、この33パーミルのところに駅が作られているということで、日本で一番勾配のある駅として知られております。もちろん特別な許可をいただいて作った駅となっております。でだんだん山の景色ですけれども、こちらですね、この辺りこれだけ山がありますので、秋になると落ち葉が線路の上に落ちるんですね。でその上を走りますと葉っぱの油で車輪が空転してしまうことがあるんです。滑ってしまうんですね。で明智鉄道の車両はですね、全て砂巻き装置というのがついておりまして、その時期になりますと車輪の前から砂を巻いて、で滑り止めの砂を巻きながら列車の方を動かしていきます。この砂は矢作側の砂を利用しているんですけれども、この砂を瓶詰めにいたしまして、岩村の天満宮でお祓いしていただいたのが明智鉄道の滑らないお守りとして明智駅なんかで販売しているんですけれども、岩村の天満宮が菅原の道真をお祭りするところですので、受験シーズンなんかには人気のお土産となっております。お土産のお話ついでにもう一つ、今日車内にですね、はい、極楽せんべいの方を積み込ませていただきました。明智鉄道の極楽せんべいですね、こちら6枚入りで280円で販売しております。はい、もらえると思いました、ごめんなさい、販売しております。極楽駅の方も無人駅となっておりますのでね、明智鉄道のお土産もしよろしければこちらでお声の方をかけてください。種類の方がせんべい自体は同じなんですけれども、中に入ってるのがひまわりの種が入ってるのと、パンプキンシード、かぼちゃの種が入っているのと、ココナッツの入っているものと、ピーナッツの入っている4種類あるんですよ。ですので、はい、人気のおせんべいになります。地元の方にもね、うんって言ってくださいよね、美味しいですよね。はい、もしよろしければお声かけてください。